最近ちょっと悩みがございまして。え、悩み、まあ、悩みってことでもないんですが、はいはい、奥さんがですね、うん、ミルク氏が、はい、ミルク氏ね、とんでもなくかき氷にハマってるんですね。見たわ。あ、見ました。なんか X 見た。あ、 X で、いや、もう写真がすごい、本当にハマってるんですよ今。今この時期に。いや、そう、なんで、夏の食べ物のイメージあるでしょ。いや、夏の食べ物でしょ。あれ、いや、なんかその、かきゴーラーって言われる人たちが、かきゴーラー、かきゴーラーゴーラーって言うらしいんですけど、うん、ゴーラー、そう、ゴーラーっていう方々が いらっしゃるんですよ。はい。世間に、はい。で、そのゴーラーの仲間入りをされたんですけど、毎日どこかに食べに行ってるんですね。ゴーラーは毎日。いや、はいはいはい、うちの奥さんは。ゴーラーだから。ゴーラーだから。うん、いや、もう本当に毎日行ってるんですよ。その、マジ ?10 日間ぐらい連続。そうですけど。いや、もう本当に。いや、すごいいい趣味があっていいことだなと思ってるんですけど、うんうん、僕の困ったことというのは、はい、まあ、最近もっぱら二人でご飯に行くときに、まず、ファーストチョイス、かき氷なんですね。ご飯が？いや、まあ、その二人でちょっと時間空いたから、まあ、うん、そのデートでも行くってなったときに、うん、ファーストチョイスが。出かけるといえば。まあ、事実だけ言うと、直近2回のデートはかき氷なんですね。いや、でもね、すごい新しい世界も知れまして、うんうん、いわゆるかき氷じゃないんですよ。知ってます？もうさ、その、見たことあります？この。あの、シロップ乗ってるんじゃない？いや、こう、でもたまになんか、なんか宇治抹茶とか。あ、宇治抹茶とかね。あんことか。そうそう、あんことか入ってたり。しますわな、します。いや、僕が知ってるのはもうその、要は、あんこが乗ってるぐらいまでだったんですよ。はいはいはい、はい、そう。抹茶がかかってとか。かき氷。まあ、たまに何かこう、ちょこちょこっとこう、チョコが刺さってたりとか。うん、まあ、そうね。それぐらいかなと思ってたんですけど、うん、最近かき氷界がすごい進化してまして、うん、なんかね、わけのわからない液体がかかってるんですよ。わけのわからない液体？なんかね、名前がね、いや、あのね、名前が、エスプーマっていう液体なんですけど。エスプーマ何ですか？エスプーマ、エスプーマっていう、いや、僕もエスプーマが何か分かんなかったから、ググったら、その元はなんかフランス料理かなんかの食品だったらしいんですけど、食品、いや、なんか生クリームを、空気のちっちゃい泡を、一酸化炭素をめっちゃ入れて、なんかふわふわふわって、あの、ああ、なるほど、メレンゲみたいな。メレンゲの上位互換みたいな感じになる。そう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 。はいはいはい。まあ、特殊な食感の、エスプーマ。生クリームみたいな。そのエスプーマに味をつけて、かき氷の上に乗せてるんですよね。ふわふわの、なんか。そう。だから、いわゆるザクザクのかき氷じゃなくて。え、違うの？もう全然違うんですよ。え？で、僕が今日食べたやつとか、今日も行ってきたんですけど。今日行ってきたんですけど。今日行ってきたんですけど、今日食べたのは、すごい強めのチョコミントに、うん、なんか、ほうじ茶かなんかの氷が入ってて、うん、で、上に、チョコミント炭酸エスプーマが入ってたんですよ。え、炭酸エスプーマ？そう。だから、ほうじ茶にチョコミントにさらにチョコミント炭酸エスプーマがかかってるっていう、すごい食べ物。すごいな。人類すごいとこ行ってんなと思ってるんですけど。すげえな、かき氷使い。すごいんですよ。いや、だから、そのエスプーマ、食感はふわふわなのに、口の中でバチバチ弾けるんですよ。ああ、炭酸か。炭酸だから。ええー、だから、他では食べたことない食感なんですが、かき氷の、道を歩まれてて。想像つかない。全然。いや、だからね、本当宇宙食とか、ああなるかもしれない、本当に。すごいな、かき氷。100年後の人類は、今想像できないものを食ってるかもしれないですね。確かに、確かに。かき氷でそんな風に進化してんだ、今。だから、うちの妻は、夏がやっぱね、ベストシーズンなんですが。いや、絶対そうでしょ。いや、でしょ、うん、うん。最近その、はっ、4時間並ぶ名店に並びなしで入れるとか、夏はすごい人気店で、なかなか入れないお店に入れる。なるほどね。うん。最終的には、私がいっぱい通って、店を絶対潰さないみたいなことを言い出して、足しげく通ってるんですよ、本当に。なんか使命に燃えて。近所のラーメン屋か。いや、もう使命に燃えてね、いろんなとこ行ってるんですよね。いや、でも知らない世界あるなと思って。確かに、そこはちょっとわかんない。また次回。
次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。